左が、ロペス・ヌネス・ミハイン。ロペス・ヌネスは、キューバのピナール・デルリオ出身の、レスリンググレコローマンスタイルの選手。階級は130キログラム級。身長195センチメートル。兄のミチェル・ロペスも、アテネオリンピックのボクシングスーパーヘビー級で、銅メダルを獲得している。ロペスは11歳の時にレスリングを始め、2002年以来、パンナム選手権では、 計10回優勝している。パンナム競技大会では3連覇を達成した。世界選手権 120kg 級では2005年と2007年に優勝すると2008年の北京オリンピックでも優勝を飾った。さらに2009年と2010年の世界選手権でも優勝した。2012年ドンドンオリンピックでは2連覇を達成した。 2014年の世界選手権 130kg 級では5度目の優勝を飾り、これでオリンピックを含めた世界大会では7度目の優勝となった。2016年のリオデジャネイロオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピックを含めた世界大会では8度目の優勝を飾った。2021年に開催された20年、東京オリンピックでも優勝し、 近代オリンピック7人目となる個人4連覇を達成した。ありがとうございます。